用事の途中でしたか？仕事です。うん、スケジュールは開けられると思うよ。それでは参りましょう。スカイランセン所有の物件はありません。ついでに言わせていただくと、物件の記録を洗って名前を相互参照する作業はとてつもなく退屈です。3秒で終わってしまいますから。見るからに全く怪しくない建築物ですね。カルカニメディカルの所有ですが、ブロカテックの出資により地下が掘削された記録があります。スカイラーセンの自宅を発見したようですね。ご存知の通り、ラーセンは2年前から公の場に一切姿を見せていません。良き隣人としては様子を見てあげた方が親切なのではありませんか。Thank you.
お帰りなさいませ、スカイラーセン様。長い間お戻りにならなかったので心配しておりました。警報を鳴らされたくなかったら合わせるんだ。よろしければ音楽をおかけします。何かリクエストはありますか？ああ、いいね。何かハードなのかけて。スカイ様、申し訳ございません。傷んだ食材についてはこちらで処分しました。デリバリーを手配いたしましょうか？いい、大丈夫。スカイ様、しばらく研究室で作業されていないようですね。重要プロジェクトに関する最新情報をお伝えしますので、準備ができましたら下の階までお越しください。なあ、あんたラーセンの秘密基地に入ろうとしてるんだよね。すごいことだよ。エレベーターロック中、ハウスキーピングに満足いただけない場合、ブロカテックサービスセンターに連絡します。キーを起動、エレベーターロック解除、地下研究室に入れます。研究室へようこそ。うわ、見てこれ。地下では信号が届かなくなります。自力で情報を集めてもらう以外にありません。こういうのが問題なんだよ。金持ちは家の中に家を持ってる、貧乏人は箱に住んでるってのに。クソ。フロントドアはロックされています。鍵が必要です。クソ。よろしければ庭園を散策されてはいかがでしょう、スカイ様。参考になりそうな過去の実験をいくつか再構成しました。どうぞお役立てください。GPOS の AR データを再構成中。中へ連れて行って。疲れたわ。もう少しここにいましょうよ。家に帰ってくるのはいいものでしょ。ここは私の家なんかじゃない。恐ろしい場所よ。気に入ってもらえなくて残念だ、若さん。大きなプロジェクトなのに。お金の無駄としか思えないわ。どうして馬鹿げた事業のために大変な思いをするの？母さん不安なのよね。気持ちはわかるわ。でも母さんが良くなるまで私はずっと一緒にいるから。良くなる？あなたは医者より詳しくなったのね。すごいわ。良くなんかならないのよ。このリストバンド。ほら。ちょっと何するの？もう病院なんか必要ないわ。医者もいらない。私が母さんの世話をするの。どなたかがリストバンドにキーコードを残しています。このコードで表のドアも開くかもしれません。早速死体を見つけるとは幸先が良いですね。ペットなんて飼ったことない。ラーセンは何でも持ってる。データの再構成中。母さん、ニューラルマッピングは本当に安全なのよ。ああ、もういい加減にしたらどうなの。前にはっきり言ったはずよ、嫌だって。母さんはガレージに行ったの、見たわよ。
エイダにしたこと。エイダは元気で生きてる。あれで生きてる。スカイ、どうしてそんな歪んだ考えを持つようになったの。あなたの不気味な作品になるなんて絶対に嫌よ。不気味？私が不気味？なぜそうなってしまったと思うの？スカイ、よく聞いて。これはあなたの決めることじゃない。私が許可しない。私は母親なんだから。申し訳ございません、スカイ様。傷んだ食材はこちらで処分いたしました。よろしく。なんて言った？申し訳ございません、スカイ様。検体名エイダ、種別ボーダーコリー、ニューラルアップロードステータラス、生存および良好。畜生、あいつは犬だよ。生き物じゃん。よろしければ上の階へどうぞ。上の階にはたくさんの記憶があります。よしよし、いい子いい子。よろしければ下の階にお越しください。ぜひ皆さんとご一緒。よくもこんな。大丈夫、私はここにいる。ここは家よ。こんなの家じゃない。ここは少し休まれますか。照明の調節はお任せください。クソ、普通に見えるティーンエイジャーほどヤバいんだよ。入室します。あなたの不気味な作品です。バグリ、何なんだよこれ。 GPOS の AR データの再構成中。ニューラルマッピングの処置は13時27分に終了。私の部屋に被験者は入室。13時29分に死亡確認。スキャン後2分で容体が悪化。初期からすれば目覚ましい進化と言えるでしょう。母さん、運が良かったわね。ニューラル消去、準備完了。消去処置1日目。被験者の氏名はシニード・ラーセン。起動の時間よ。スカイ、ここはどこ？何も見えない。被験者の意識はコードと一致。ニューラルマップ正常、完全に機能している。被験者？これよりコードの消去を開始する。何？どうして？なんてこと。言うことを聞かなかったのね。もう黙って。ねえお願い、年を取った母親になんてことするの。静かに眠らせて。少しは信じてよ。よくなるから。2日
2日目、運動野は完全に不要、コントロール A を消去。気分が悪い。12日。変幻傾向度は維持、情緒反応は実に面白い。お願いよ。20日目、前頭葉に着手。新しいセキュリティシステムは主体的な思考を持たない。スカイ、お願い、この痛みを分かって。側頭葉高度、言語機能の低下。29日目、最後に変幻傾向度の消去。ご用件は何でしょうか。照明オンオフ。いいわ、音楽をかけて、私の好きなものを。素敵、この新しいアレンジはなかなかいいわ。どう思う？私もママと喧嘩したけど、これはさすがに同行してるよ。彼女のやり口の説明がつきます。完全にモデル化した人間の脳を確保し、制御できるまで余分なものを切り捨てていく。私はスカイじゃない、ただこれを見せたかったんだね。はい、ようこそ。知りません、あなた。見えません、残念ながら。残念ながら。あんたの娘はどこにいる？はい、助けが必要です。こんな生き方望んでいません。スカイは歪んで苦しみを知ってほしい。理解しようとはしてる。つまり苦しみから解放すれば教えてくれるってこと？はい、安らかに眠らせてください。で、座標を入手しました。それとありがとうというメッセージも。というわけで、いい加減ここから離れませんか。デッドセック来たの？ナウト上の階よ。準備ができたら上がってきて。スカイが何をしたか見たんだろ？うん、あの女の母親に頼まれてね。できなかったけど。わかる？もうすぐデイブレイク計画が動き出すんだ。
そしたら大勢が同じ運命をたどるだろうね。スカイはみんなを永遠に閉じ込めるに違いないよ。クソ女の母さんが居場所を教えてくれた。そうなの？彼女やったんだ。で、どうするの？私たちが見つけて片付ける。そっちは援護して。わかった。作戦名、スカイラーセンの面白地下室でトラウマを追いましょうは大成功でしたね。彼女の秘密の隠れ家を特定しました。ならすぐに向かおう。たった今ビデオメッセージを受け取りました。スカイラーセンからです。見せて。警告する。あなたが誰かも何を知った気になってるかも知らない。近寄らないで。消えて。私は人生をデイブレイクに捧げてる。誰にも邪魔させないわ。正体は突き止める。人生をめちゃくちゃにしてあげるわ。私には簡単よ。あなたはどう？じゃあね。はあ？どうやってこっちを見つけたんだよ。スカイル、ラーセンは母親をデジタルロボトミー手術して、それをベースにスマートホームの豪邸を建築したぐらいですから、このくらいは当然でしょう。母親にも責任はあったのかもな。うちのもそんな感じだ。こっちを恐れてるんだ。出なきゃ脅す意味ないし。私があの女でもビビりやがるっての。バグリー、座標送って。採用候補がいますので、よろしければご確認を。位置情報を送ります。ここが目的地のブルームコンプレックスです。今までずっとブルームに閉じこもってたってこと？ラーセンはその私をブルームに売却して以来、親密な関係を維持しているようです。ますます面白いことになってきたな。ずいぶん広いな。サーバーからデータを引き出せばラーセンの居場所を特定できるかもしれないぞ。わかった。
危ない。散開して必ず見つけましょう。ドローン捜索しろ。ドローン捜索を開始して。あなたの仲間がアルビオンの拘置所に引っ越しました。ロンドンの賃貸料は問題ですね。分かった、大丈夫。ここからは私が引き継ぐよ。
さんにご紹介できることを嬉しく思います。同施設は量子コンピューター研究室の拡張部です。ある試みが行われていますが、今回での発表は控えましょう。非常に価値ある施設です。まるで、そう、私に有効活用されるのを待っていたかのような。ラーセンって秘密の地下施設好きだよね。意味わかんないな。研究所まで降りられるエレベーターを見つけるんだ。セキュリティの異常かしら。Thank you.
動、警報発動、位置情報を送信、状況を報告せよ。何もない、通常パトロールに戻る。標的を見失ったわ。まだここにいるはずだ。徹底的に探すんだ。ニューラルアップロードステータス 90% 不十分。プロセッサーの温度をロード。クソ、自分をアップロードしてる。クソ、あと数分で不死身の存在だよ。今ここでアップデートを止めないとデイブレイクも阻止できなくなる。やれやれ、とんでもないデータの金脈を掘り当てたみたいだな。そっちが世界を救ってる間にできる限り回収しとく。何か考えはある？神経データはこの研究所にある量子コンピューター経由でアップロードされているようです。ハッキングすればあのサイコパスが AI によって拡張された超知能になるのを防ぐことができるでしょう。気負う必要はありません。
をしてるの？アクセスをリダイレクトする。夜など言ったのに。あなたは最悪な間違いを犯してる。報いは必ず受けること。今すぐやめて。お願いよ。後悔することになるわ。する。ちょっと再開して。セキュリティ量子研究室へ。量子研究室へ。コードレッド。仲間がアルビオンに休暇を取るよう強いられてしまいました。あなたの出番です。分かった。俺が引き継ぐ。さあ行こう。